おはようございます。不要不急の本には岡淳章さんが用に急がず不要に立ち止まると題して書いてくださっています。以前にもこれ紹介したことがあります。私が一番印象に残ってるのは岡さんの子供が桜の花びらで遊んでいる光景であります。不要不急の岡さんの文章から引用させていただきます。また桜が満開の時のことであるが、何を思ったのか自転車を引っ張り出してきて、そのカゴに桜の花びらをかき集めて入れ始めたのだ。もちろんカゴは網目が粗いので花びらは下からどんどん散っていく。そのうちに周りで遊んでいた子供たちも仲間に加わり、こぼれ落ちた花びらが時折風で飛ばされて舞い上がるとキャッと笑って楽しんでいるのだというところであります。昨年の春のことであります。岡さんの遠遊時には何度か訪ねたことがあります。桜の季節に訪ねたことはないのですが、桜の木がたくさんありますので、花が咲く頃には綺麗だろうなと思っていました。満開の桜の花がハラハラと散る中で、子供たちが無心に花びらを集めて、こぼれ落ちることなど全く気にすることもなく遊んでいる様子は、想像だけで美しく心豊かな思いになります。岡さんはそんな子どもたちの姿を眺めていると、雪を二の手井をうずむ、井戸ですね、井戸をうずむという前後が脳裏に浮かぶと書かれています。どういうことかというと、雪を担いで井戸に投げ入れ埋めようとすることだが、雪は当然溶けてしまう。それでもひたすら繰り返す中に禅の境地があるというのです。そこをさらに解説されて、大人は何をするにも目的や意味を必要とし、何のために花びらを集めて何をしようかとこう考える。今やっていることは何かの手段に過ぎず、目的に早く到達するためにはどうしたら効率よくできるか、どんな方法がいいかと策を講じる。もちろん遊びやゲームの中にも一定の目的や方法はあるけれども、子どもは何事にもただ今していることに夢中になっている。その姿は真剣そのものだ。真剣だから精一杯の力を込められるし、何よりも楽しいのだというのであります。花びらをいくら入れてもこぼれるカゴに無心で入れようとする様子と、前後の雪を二の手意をうずむというのとを掛け合わせているのです。雪を二の手意をうずむという前後は、私たちの修行の究極の姿として使われています。無駄と分かっていて、あえてその無駄を永々と続けていくということであります。しかしこの言葉からはどこか、無駄だと分かりながらもあえて続けるという苦労が見受けられるように思います。そんな行いをあたかも子供が花びらをカゴに入れようとするように無心に楽しくできればいいのだと思いました。私はこの子供が花びらを集めている様子を思うと、適用化という前後が思い浮かびました。この適用化という前後は実に不思議な前後なのでこうございます。諸六俗語下という江戸期に書かれた前後の辞典がございます。手書きの写本が伝わっていたのでありますが、近年禅文化研究所からこれが刊行されております。そこには適用化は離別の歌曲の名、おさらばおさらばと訳すとこう説明されています。用歌は柳の綿のことでありますが、このおさらばという訳は節用流という言葉と混同されてしまったものです。節用流は柳の枝を折る意味です。古い中国の習俗で、親戚や知人が遠方に旅立つ時には城外まで見送り、
水辺の柳の枝を折り取り輪の形に結んで送ったということが元になっています。輪という缶という字と帰る缶という字とをこう掛け合わせて 旅人の無事の帰還を祈る意味とかされています。諸六俗語源の説明は適用化と節用流を混同してしまったものです。そこから江戸期の禅僧の漢詩にはこの解釈によって適用化を別れの言葉として使っているものがあります。しかし元来の意味は異なります。入谷義隆先生の前後辞典には空中を舞い飛ぶ龍女柳の糸を取ろうとして追いかける、元は子供の遊びで子を生やし立てながら龍女を追って走り回った、それを図柄にした民代の染め付けがあるとこう解説をされています。適用化は歌か囃子言葉の一部です。明代の焼き物の図録の一枚一枚のお皿にはいわゆる唐子風の中国の子供が龍女を追いかけながら楽しそうに走っている絵が描かれていて、傍らに適用化適用化と書かれているのだそうです。このことは駒澤大学の小川隆先生にご教示いただきました。小川先生は風に吹かれてふわふわと飛ぶ柳の綿を楽しむ歌ないし囃子言葉ということから、どこにも根を下ろさず何者にも影響しないいわば無規定のありようを軽やかに明るく歌ったものと説明してくれました。上州録に元があるのですが、仏法なるものを大行に実体視されていることに対して上州和尚が言った言葉です。ふわふわと軽やかに舞う龍女は実体化され神聖視された仏法なるものに対するアンチテーゼになっているというのであります。この適用化の言葉の方がより明るくて楽しそうで、そして軽やかで、子供が無心に花びらで遊ぶ様子と近いように思うのであります。いろんなことがあるのがお互いの人生でありますが、あまり難しく考えずに柳の綿のようにふわふわと軽やかに、そしてそれを追いかける子供のように明るく楽しく柔軟に対応していきたいものであります。では今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足でしっかりと床を踏みしめます。そしてよし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていくような気持ちでお尻を上げてストンと下ろします。息を吸いながら肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンとこう下ろします。最初一息息を強く吐き出します。その時にはお腹の底の空気も全部吐き出す気持ちで、胸に抱えている思いや煩いも全てもう吐き出してしまう気持ちで口を開いて強く、吐き出して口を閉じます。すると鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。体の隅々まで新しい空気が行き渡るのを感じながら、 ありがたいな嬉しいなという気持ちで思わず微笑みがこうこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。